はい、こんばんは。こんばんは。あ、今日はね、まあちょっとね、今日は有名なスーパー AI でね、最近あの世間を賑わせてるね、マフマフ GPT というものをちょっと来てもらいました。よろしくお願いします。あ、すごいすごいすごい。GPT です。すごいすごい。こんばんは。何でも聞いてね。 AI もっとスラスラ最近のやつこんな感じで喋っているよとかいう感じで喋るのかなと思ったけど、めちゃめちゃロボボイスでなんか ラップとか歌う、もしかしてオートチューンかかってる最近緊張します。緊張します。はい、マフ君来てくれました。ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。まず一つ目こちらですね。マフマ GPT 切実な願いです。人が幸福を感じるためには、これ簡単やな。ああ、ちょっと答えてもらおうかな。ちょっとせっかくやし。エラーを発見しました。強制終了します。早い。ああ、早かった。ちょっと早い。あ、そっか。やっぱりね。人が幸福を感じるためには。ちょっと考えてみよう。ね、ちょっと考えてみよう。人が幸福を感じるためには。尋ねる人を間違えてると思うんだよね。いやこの間一生不幸でいいみたいな曲を投稿したんだけど、まあ聞きましたけどね。ちょっと違うじゃん。おこれちょっと待ってね。あ、じゃあ逆転の発想でいこう。これやったら終わるぞ。逆にこれやらんかったら終わらんぞみたいなやつ。逆転の発想ね。うん。あー、ダメだ。次行こう。あ、思いついた、思いついた。おー、すごい。なになに、ごめん、振ってる振ってる。めちゃめちゃ振ってる。おい、チャット GPT 聞くな。チャット GPT に聞くな、それ。おい、聞くな。人が幸福を感じるためにはどのようにしたらよろしいでしょうか。なんて出てきました。自己成長。ポジティブな感情。閉じたわ、チャット GPT。 つらい、見てるだけで辛いね、辛辣だった。ちょっとつらいね。 OK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 、まあ自己成長ということですね、とりあえずね。はい。OKOK。 ほな、まあまあ次行こう。こんな感じでどんどんやっていこう。これまあ練習やから。これ練習。すごい、これこれ練習なんだね。自己成長、うん、これ練習やから。逆に千楽くん、これ答えられる？いや、これはいや、俺やっぱ自己成長やなって最初から思ってた。いや、答えられないじゃねえか。俺は自己成長しかないなって思ってた。うん、なるほどね。チャット GPT。まあそうだね。うん、そうそう。だからチャット GPT が言った時に、うん、あ、まあそらそうやなって。